防犯登録とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条に基づき、自転車の利用者に対し行うことが義務付けられている制度である。その内容としては、都道府県ごとに指定された団体が、主に自転車の盗難防止を目的として、自転車の利用者に対して行う登録、そしてその登録に関わるものである。 また、防犯登録によって交付され、自転車に貼るステッカーのことを指す場合もある。自転車防犯登録票都道府県の公安委員会が指定した団体が、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律及び、自転車の防犯登録を行う者の,の指定に関する規則に基づいて行う自転車登録制度である。登録は、 以前は任意であったが、1994年から自転車を利用するものに義務付けられている。防犯登録ステッカーの色調、デザインは各都道府県によって様々だが、色調は概ね黄色、オレンジ色系統であることが多い。形は楕円型に近い丸みを帯びた四角形であることが多いが、長方形や正方形といった形を採用している自治体や 五角形などの形状を採用している実地体もある。中には石川県のように縦型の長方形といった大型のものを採用している実地体もある。防犯登録の管轄は各都道府県の警察組織であることが多いが中には自転車防犯登録協会など警察以外の組織が管理している実地体もある。表記は警察組織の場合は 警視庁などと表記されているところが多いが、京都府や千葉県のように、県警、京都府警と略表記を採用している自治体もある。東京都や神奈川県などではステッカーに諸葛所轄署の名称が記載されており、諸葛所轄署ごとに管理されているが、多くの自治体では諸葛所轄署ごとの管理ではなく、各自治体による直接管理となっている。都道府県の公安委員会が指定した団体によって、 仕組みが異なる。登録所では次の手続きを行うことが多い。以下は東京都のケース。いずれも自転車本体が必要である。登録情報の有効保管期限後再度新規登録し直さなければならない。所有者が登録所で登録を要請すると、登録者が車外番号や自転車の特徴等、所有者は氏名。 住所等の必要要件を副写式の登録用紙に記入する。この控えと防犯登録番号が印刷されたステッカーが交付される。なお、車両購入時には現在は義務化されていることもあり、販売店から趣旨を説明され費用負担と個人情報を求められることがほとんどである。ただし、インターネットショップで購入した場合は、基本的に居住地の自転車店等で必要書類を 持参して登録するようショップから伝えられる。しかし、サマト等自転車の販売に特化したサイトでは、防犯登録はショップ側がサービスとして登録する場合が多い。所有者は交付されたステッカーを登録した自転車のフレームの目立つ場所に貼り、控えを保管する。登録内容は各団体へ送られ、多くはデータベース化された上で警察に送られ一定の期間、保管される。 なお、登録は即日反映されるわけではない。購入店で登録用紙を記入した後、購入店から警察等の防犯対策機関に送られ、登録を経て、データが反映されるまで3週間から1ヶ月ほどかかるのが普通である。1万1自転車が盗難にあった場合、所有者は警察に登録届を出す。警察は、防犯登録番号から所有者が正しいかどうかを、 確認する。自転車が発見された場合、警察が防犯登録の内容と照らし合わせ、所有者の自転車であることが確認された段階で、所有者に返還する。車台番号等の自転車の情報が登録されているため、ステッカーの番号部分が削り取られている場合でも、防犯登録番号を割り出し、所有者を確認することができる。なお、登録は有料であり、 長らく消費税がかかっていたが2003年より非課税となった。費用は500円が多いが、沖縄県の400円、石川県の525円、鳥取県と山口県の600円といったところもある。購入店で防犯登録を行う場合が大半であるが、他店や他都道府県で購入した自転車に関しても、同額で登録できる。しかし、 都道府県で購入した自転車は登録できないと思い込んでいる店舗や自転以外で購入した自転車の場合は登録料の他に手数料を別途徴収するなど登録制度を詳しく理解していない店舗もある一部には車両本体価格等と登録費用を合計してから消費税計算をする店舗非課税となる前の金額のまま請求する店舗等もあり注意が必要である 新車購入時の特典として無料提供する店舗もあるが制度趣旨から考えれば現実には車両購入価格に上乗せされているのが実態である。登録量の数パーセント程度は自転車店にリベートされる。そのため、上述のような行為を行っている店舗の多くは制度趣旨を故意に無視しているとされる。登録についての見解は都道府県によって異なり様々である。 登録は現住所のある都道府県内でなければならない制約はない。この理由から、例えば北海道に居住している者が沖縄県で登録することも可能である。ただし前日の通り、警察が登録された情報を照合しなければならないため、登録先と盗難届の提出先、さらには発見先が異なる。 都道府県であると時間がかかる場合もある。そのため、各都道府県警察や取りまとめ団体によっては、転居の際は、旧来の登録を抹消し、転居先で再登録することを進める説明をしているところもある。登録者を廃棄、譲渡する場合は抹消登録が必要である。防犯登録は自転車の盗難防止を、 目的としているが、その性格から不法駐輪への取り締まりや、駐輪場利用登録の要件等、自転車の所有者を明確にする目的で様々に利用されている。登録者にはステッカーが交付され、それをフレームの目立つ場所に貼ることになっているが、義務である、登録がステッカーの重複を含むかについては曖昧である。放置自転車や自転車泥棒の防止として、 期待されている一方、自転車がまだ高額商品であった時代の制度をほぼ引き継いでおり、実情に即していない面も多い。等がある。防犯面で比較的大きな利点を持つ、この制度であるが、いくつかの欠点も存在する。また、その中には、長所として挙げられる、性質ゆえの欠点もある。以上の欠点から、次の例のように、 防犯登録自体によって所有者が被害を受ける場合がある。A 氏が防犯登録番号001で登録した自転車が B 氏によって盗まれ、ステッカーを剥がされた上で中古車として転売され、他県の C 氏の手に渡る。C 氏は盗難車であることを知らずに自転車店に持ち込み、防犯登録を番号101で行う。A 氏は 番号001の自転車の盗難を警察に届け出る。A 氏が仕事中、駐輪場に停めてある自身の自転車を車台番号やその他の特徴から発見し、後日改めて確認し、警察に連絡し、指示に従い持ち込むが、防犯登録001が登録されていない。その間に C 氏が届け出を出していたために、A 氏は逆に窃盗の容疑がかけられてしまう。 この場合、A 氏は控えを保管してあれば、それを提示することで、登録の事実を確認できるが、紛失等で、それがない場合、登録書の控えを参照する必要がある。そして、登録書の控えの保管期間は短い。また逆に、A 氏の所有物であったことが確認された場合、C 氏が、当品当函予罪に問われる可能性もある。さらに、近年では、 インターネットの普及により、ネット通販で自転車を購入する機会が増えたが、上の例のように責任を問われる可能性がある場合が、出てくるため、他店購入や譲渡による自転車の登録を拒否する、傾向にある。また、同様の理由から、他都道府県の在住者への自転車の販売自体を、敬遠する店舗もある。罰則はないとはいえ、義務を果たすことが実質できない状況に置かれる。 消費者が少なからずいる。システム上の欠点の他に、制度上不透明な部分も多く存在する。日本の自転車の所有台数は、自転車産業振興会によると2007年度で、全国で7000万台を超えており、仮にすべての自転車が登録されているとすると、一口500円の登録料であるから、少なくとも合計で350億円。実際は、 全ての自転車が登録されているわけではなく、逆に登録されたが破棄された自転車も相当量あるため、2004年度の780万件という登録数を参考にすると、税別で年間で39億円が徴収されていることになる。正確な統計に基づく計算は困難であるが、現在の必ずしもきちんと機能していると言えない状況において、徴収後の使とは公開されておらず、 収入が有効に防犯に活用されているのかは不明であり、議論がある。実際防犯登録を推奨するポスターやウェブサイトに記載されるように自転車が帰ってくることは高級車になるほどほとんどないため、単に防犯団体や警察の収入源としてあるいは観光として継続されているだけではないかという見方も存在する。原動機付き自転車で採用されているほか、 自転車を含めた乗り物のコミュニティや企業の独自の防犯登録制度を用意する場合がある。ありがとうございます。